今日はこのおもちゃをね、おもちゃ対象年齢10歳以上ってことでまあいわゆるエアガンですよね。エアソフトガン、エアガンの中で対象年齢10歳以上、あと18歳以上、まあ中には14歳以上推奨とかね、こうあるみたいなんですけど、その中で、10歳以上ってことは威力が弾を発射する威力が規制されてるっていうね、弱い威力でしか弾を出すことができない、まあ10歳以上の子供が使っても危なくないような規制のもとで作られてるような銃ですね。これを買ってみたんですけど、これね、電動ブローバックシリーズっていうハイキャパ 4.3 っていうんかな、元のベースはコルトガバメントっていう銃なんですけど、まあ、この辺はね動かなかったりしますけど、電動ってことで単4電池4本で動く、電動のおもちゃで、セーフティースイッチっていうのが普通はここにあるんですけど、これはグリップセーフティーっていうね、握っていないと撃てないよっていう、握るとこういう風に動くんですよ。今のがセミオートっていうんですけど、フルオートっていうのも打てます。で、あまりにも面白くてというか、威力がないので当然飛距離は飛ばないんですけども、案外命中精度、こう当てた時の精度が良くて面白いなってことで、ノーマル2のマガジンが16発かな入るんですけど、これ延長したロングマガジンっていうね、これまで買ってしまって今遊んでるところです。まあこの距離だとこんだけ当たるのはまあ当たり前かなとは思うんですけども、こういうおもちゃもうバカにできないな、車と一緒やなって、馬力だけじゃないな、楽しさっていろんな面であるなってことで、この今丸いのプロキャッチっていう、じわーっと落ちてきてるでしょ、わかります？さっきこの辺におったのに。これも結構便利で、家の中でお座敷シューターって言いますけど、家の中で打って遊んだりするにはちょうどいいなっていうことで、今非常に楽しんでます。もう落ちたね。こういうふうにベタッとくっついた後はゆっくり落ちて、この下お皿になってますけど、 BB 弾を簡単に回収することができるっていうね。いやー、馬力で言ったら18歳以上で初速が90メーター毎秒とかありますけど、まあ言うたら、ね、ターボ車みたいなもんですよ。大排気量ターボ車みたいな。こいつは小排気量自然吸気エンジンみたいなね。でもこれはこれで楽しさがある。こういう風な、ちょっと遊んでみましょう。これで距離にして5メーターぐらい離れたところから撃ってきます。どうですか？面白いでしょ。面白いっていうか、分からん人は分からんかもしれんけど、面白いんですよ。もうちょっと、距離を離して撃ってみたいと思います。はい、これで10メーターはないけど、7、8メーターのところかな。
応弾速、弾速のチェックをしてみましょうか。0.12g ね。いきます。44.04。これ結構ね、早い方なんやな。43、弾がなくなった。弾入れるのも、ローダーね、ローダーを使えば。オートの発射サイクル見てみましょうか。319、まあまあじゃない。どうどうって言われてもあんまり興味ない人にはわからんかもしれんけど、家で部屋で楽しむには18金って威力が強すぎるんですよね。あの、的を外れた時に被害が出るというか、壁に当たれば壁もへこむかもしれんし、泣くかもしれんし、この10金なら安心安全のパワー、そして安い、18金を買うより安い、電池も単4電池やし、こうやってくっつくもんね。18金を下手にこれ売っちゃうと強すぎてターゲットを倒してしまったり、もしくは弾いてしまったりするんですけど、面白いよね。この電動でさ、どうですか、電動ブローバックシリーズ。子供の頃こんななかったもんな。ちょっと届いても遊びたいと思いますけど、まあ、あの車好きの人、エアガン好きな人多分多いとは思うんよね。あのぜひ興味ある方、一回遊んでみ、一回遊べばわかる。本当に一回これ買って、これとね、まあこれじゃなくてもなんかターゲットを買って部屋で遊んでみれば、この楽しさわかると思います。いうようなところで、またじゃあな。